何その上から目線、ちょっとカチッと来ちゃったよ。あちし、せっかくさパパと。おーい、チョチョ、あれ薄塩味、ほらこっちだってば。どこで何してるの。見せて。ちょっとかすんだだけだってば。もう治ったし。パパってさ、普段メガネかけてた？多分。夫婦のくせに多分なんだね。なんか近頃変よ。きついなサラダは。ママってさ、本当にパパの奥さんなの？だから急に何なのよ。おかしいのはパパとママの関係でしょ。サラダ！パパとは気持ちがちゃんとつながってるから大丈夫。明日になれば目を覚ますって。ローン。約束。当たりゃいいんだよ。君たちなかなかお似合いのコンビだと思って。んなわけない。でさ、もっとうまく使えるように放課後修行を手伝ってほしいんだけど、ママとやれば？ママそれどころじゃないんだ。新しい家に引っ越したばかりなんだけど、荷ほどきが全然進んでなくてさ。ただいま。これも違うか。何やってるのママ。じゃーん。いつの間に。大事なものだからね、さっき取ってきた。到着を前に、ここほかげ屋敷前は独特の緊張感に包まれています。来ました、五代目雷影。六代目水影長十郎。出ました、四代目土影。よし、よく取れてるじゃない。うん。